気持ちいいのじゃ。さて、そろそろ船室に入ろうか。そうね。すごい混雑。やれやれ。東野様、こういう時こそ私の出番なのですわ。えっへん。え、服従の湯の湯気の力で他の人を避けさせれば。やっぱり楽勝だったな。ずいぶんとお甘いようで。お主ら、あの時の。俺は芦ノ湖温泉の精霊、芦ノ湖。ゴーラ温泉の精霊、ゴーラ。以後お見知りおきを。お主らが新たな温泉精霊か。そうさ、明治より前の古臭い精霊の時代はもう終わりなのさ。これからは直い俺たちの時代だぜ。直いですって？あなた、昭和生まれですわね。お前たちの力の源である秘密箱をいただいて、俺たちが箱根の温泉精霊を仕切るってわけだ。命の次に大事な秘密箱を奪われるなんて、温泉精霊失格ですわ。楽でないミヤよ。見て俺、箱根を取り返してやる。どうして敵である私のために？多分箱根は君のことを敵だなんて思ってないよ。ライバル、いや、むしろ友達だと思ってるんじゃないかな。さあ、おとなしくミヤの秘密箱を返すのじゃ。足が震えてるぞ。それ何をするのじゃ。落ちるのじゃ。あ、ミヤ、お主も上がってきたのか。私だって温泉精霊の端くれですわ。そうじゃな、力を合わせるのじゃ。お、なんだなんだ、なんかのアトラクションか。あとは箱根の秘密箱を奪うまで。やらせないのじゃ。箱根さん、あなたはここ100年ほど眠っていたそうですね。そんな怠け者の精霊より、私たちの方が秘密箱を持つにふさわしいのです。相手は地元の新人を味方にしている。力比べは圧倒的に不利なのですわ。秘密箱を返すのですわ。やめなさい。私の勝ちですわ。体が勝手に土下